新潟少女監禁事件は、当時9歳の少女を、犯人の佐藤信行が9年2ヶ月も監禁していた事件です。被害者の少女は9歳から19歳になるまでの長い期間監禁されており、その恐ろしさがわかります。1990年11月13日の午後5時頃、佐藤は新潟の三条市内を車でうろうろしていました。そこに下校中の可愛い少女が一人でいたので、そうだ、連れ去ろう、と考えつきました。11月ということもあり、あたりは暗くなり連れ去るのにはもってこいでした。そしてナイフを突きつけ脅迫。そのまま車のトランクに押し込んで自宅へ連れて行きました。そしてガムテープで両手両足を縛り、口と目を塞ぎ自宅へ運びました。少女は叫ぶことも、あたりを確認することもできず、いつパパとママのところに帰れるの？と聞くと、佐藤は、俺とずっと一緒だ、と答えました。佐藤は、俺の言うことを聞け。ここからは出られない。逆らったら怒る。もし逆らったらいらない子になるから、海に浮かべるか山に埋める、などの言葉で脅迫しました。まだ9歳の少女です。さぞ怖かったことでしょう。さらに、佐藤は最初の3ヶ月の期間は少女の両手足を縛り付け、毎日言葉で脅して、逃げる気力を奪いました。その後はいくつかのルールを設けました。部屋のドアには触らないこと。俺、佐藤、が部屋を出入りするときは目をつむること。大声を出さないこと。ずっとベッドの上にいること。など厳しいルールで縛り付けました。しかし9歳の少女です。嫌なことは嫌と逆らいます。その都度佐藤は少女を殴りつけたり、スタンガンで痛めつけました。大声を出したら、さらにむごい仕打ちが待っているため、少女は大声が出せませんでした。また、監禁中の少女の食事は質素なもので、はじめはコンビニ弁当2つだったのですが、5年後には1つというものでした。当然栄養不足で体調は悪化、身体能力も弱まってしまいました。さらに排泄はビニール袋にさせて、入浴すら禁止されていました。そんな劣悪な環境だったためか、少女は頻繁に失神するようになっていました。また、着替えは数ヶ月に1回でした。こんな生活が9年以上も続いたのです。私なら発狂のその先にいますね。しかし、佐藤の監禁生活は2000年1月28日に突如として終わりを迎えます。1999年12月に、佐藤の母親は日々、息子から受ける暴力に悩んだ末に、保健所に息子を精神病院に入院させたいと願い出ました。しかし部屋に引きこもり出てこない佐藤。そして2000年1月28日に無理やり部屋に入ります。7人がかりの強行突破でした。医者は、これから病院に行きます、と伝えると佐藤は、俺たちがうまくやっていたのに、と激怒。暴れ出したため医者が鎮静剤を注射し眠らせました。するとベッドの上の毛布が動いている。そこには19歳になった少女がいました。母親もこれには大層驚いたそうです。当然警察に通報され、9年前に行方不明になっていた少女だと発覚します。こうして佐藤は逮捕されました。発見された少女は、栄養失調、骨粗鬆症、筋力低下により歩けない状態でした。佐藤は裁判で懲役14年の判決を受けました。出所後は2017年に病死しています。少女の方は、PTSD に悩まされ、リハビリ施設に通いながら回復していき、成人式にも参加できました。では、佐藤はなぜこんな男になってしまったのか。佐藤信行は36歳の母と62歳の父の間に生まれ、かなり甘やかされて育ちました。しかし父親が高齢で、お前の父ちゃんおじいさん、と学校ではいじめられていました。佐藤はそんな父が嫌いでした。また、潔癖症でめめしかったことにより、オカマ、と呼ばれて、友人もいませんでした。高校卒業後は自動車部品製造会社で働き始めますが、数ヶ月で辞めてしまいます。この頃には父との関係は最悪で、暴力を振るうようになっていました。そして、父は全嫁の娘の元へ行ってしまい、母と二人で生活を送るようになりました。そして佐藤は怒りやすくなっており、自宅に放火までしたそうです。母親はそれでも息子が大切だったのでしょう。この頃には息子の言うことは何でも聞くようになっていました。甘やかすどころか激甘に育ってしまったがゆえに、自分のやりたいことをやる人間になってしまったのでしょう。やはりある程度の厳しさは必要だなと感じますね。ちなみに佐藤は出所後は千葉県で障害者福祉施設からの支援を受けながら生活保護を受給し、アパートで一人ひっそりと暮らしていたそうな。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。